こです。ただいまドイツは朝の7時10分を過ぎたところでございます。私は今ブレーメンハウトバンホフにいます。1年ぶりにオールデンブルクから出てハンブルクへ旅をしております。久々の人混みにかなりの挙動不審でございます。ドイツの時刻表です。今でもこうして紙のものが貼ってあります。この両横にある階段を上がるとプラットホームに出ます。それにしても人混み怖えかなりの人混みに戸惑っております。前にも後ろにも進めず、どうしたものかとキョロ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 しております。人混みをうまくかわしながら抜けると、そこにはなんとディーン・エンデルカではありませんか。いえ、違いました。ディーン・エン・デイビッドでした。あの意識高い系のパン屋さんかと思ったら違いました。でもちょっと似ていますね。ここは駅の待ち合わせ場所です。そう、ブレーメンで有名なあの4匹の動物たちも壁画になっています。音楽隊の皆さんにも会いに来ないといけませんね。さて、もうすぐ私の乗る列車がやってきます。私は今回ニーダーザクセンチケットという超安いチケットで旅行しているので、アイツェイやアイツェイといった高級車には乗れません。私が乗れるのはただ一択、この黄色と青と白の鈍行列車です。今回私はこの e スクーターと一緒に旅をしています。 e スクーターは自転車と違い荷物扱いなので、私と一緒に乗車してもらいます。そしてこういった荷物置き場へ収納します。窓際の席ゲット。いよいよ出発です。ドイツバーンではご乗車の皆様、まもなく発車いたしますなんてことはなく、しれーっと発車するのでご注意ください。気づいたら、あれ、もう駅出てるじゃんっていうこと何度もありました。さあ、ここからいよいよ世界の車窓からっぽくなってくるところですが、なんとですね、一番いいところで私爆睡してしまって全然動画が撮れていませんでした。なので申し訳ございません、謝罪です。このちょっと微妙なブレーメンの街中から出る動画でお楽しみください。まもなくハンブルグに到着でございます。時刻は8時40分。太陽も出てきて青い空が広がっています。私、懐かしいハンブルクの風景に心を躍らせながら窓の外の風景を眺めております。ハンブルクハーフトバンホフに到着いたしました。 HBF というのはハーフトバンホフの略です。それにしても人混み怖え
もうどうしていいかわからず、前の先頭さんについていくのみです。予想していた以上の、いや、その100倍ぐらいの人がいました。マジでビビってます。本日も最後までご覧いただき、どうもありがとうございました。それではまたね。チュー。